京都大学原子炉実験所助教小出博明先生に伺いました。小出さん、こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずですね、セシウムの汚染について伺うんですが、はい、文部科学省が放射性セシウムが土壌にどれだけ蓄積されているかということをずっと調べておりますね、はい、で東日本について各県ごとに次々発表してきて、先日東京都の値も公表されました、はい、でそのマップを見て私もびっくりしたんですがね、はい、奥多摩町の、はい、山間部一部ですけれども、はい、6万ベクレルから10万ベクレル検出されたという話なんですね、はい、ただ奥多摩町って250キロも福島第一原発から離れているそうで、はい、こんな遠い東京都で最大10万ベクレルという数値についてどうお感じになりますか。まあ、要するに風向きがどうであったかということだけによっているのですね。で、奥多摩を襲った放射性物質というのは、はじめ北西に流れて飯舘村などを猛烈な汚染地帯にしたその風だったと思います、はい、それが福島県の中通りを通って今度逆に南下をしてきまして、まあ 山に挟まれた谷合いですね、そこをずっと汚染をしながら栃木県、群馬県まで汚染を広げて、その一部が、東京都を回り込むような形で奥多摩まで届いたという、どうもそのように見えます。はい、あの葛飾区や江戸川区の一部ではですね、はい、1万ベクレルから3万ベクレルという数値も出てきています、はい、これ確かチェルノブイリでは汚染地域に指定されるのがどれからでしたっけ、強制避難させられたのは55万ベクレルです、はい、で本来法律的に、無人にしなければいけないのは当時ですと1平方メートルあたり3万7千、現在はそれを丸めて4万という数字です。4万、3万7千から4万という数字、はい、今申し上げた葛飾区や江戸川区の一部で、まあ、最大3万ベクレルという数値も出てきておりますが、はい、東京都は健康に影響のあるレベルではないというふうに言ってます。これはどう受け取ったらよろしいですか。はい、呆れた話だと思います。先生、はい、まあ、これからですね、まあ、行楽の紅葉シーズンですよね、奥多摩だと、まあ、秩父に近くて、まあ、私も東京に住んでたことがあって、この辺よくハイキングに行ったりですね。そういう場所ですか。行くんですけども、これ行楽客への注意喚起というのも必要ですよね。山の中には入らない方がいいだろうと思います。そうですね。だけど、はい、今、まあ、ちょっと遠く離れてこちらから見てもそういうなんか警戒情報っていうのが出てる気配はないですよね。そうですね。もう日本の国というのはその程度の汚染は何でもないと言って、知らん顔をしようと決めたようなのですね。恐ろしいことですね。今が汚染されると水が汚染されますでしょ、はい、まあ、次第にそうなりますね。で河川が汚染されるってことになってきて、結局じゃあ飲料水は大丈夫なのかっていうことにも行き着きませんか。キノコなんかもありますよね。ちょっと離れてるから大丈夫だと思ってね、はい、キノコ狩りは少なくとも奥多摩は今はやらない方がいいと思います、ね、はい、まあ、環境省の除染の方針が年1ミリシーベルト以上とするという話になってきてるのはお伝えもしてるんですけれども、はい、それに基づいて考えますとね、これ朝日新聞が集計した数字ですけど、なんと除染しなければいけない面積が日本の面積のおよそ 3% に達すると、はい、この数字はどうでしょう。要するに私はずっと言ってきましたが、はい、福島県全域に匹敵するほどの面積を、放射線の管理区域、つまり無人にしなければいけないと私は言ってきたのですが、ほぼそういう広さです。はあ、そういうのは、まあ、当初から小出先生おっしゃってたので、はい、私は別に自分で知ったわけではなくて、政府の公表した地図を見ればそれ以外ないと思ったのでそう言ってきたわけで、政府の方はもちろん初めから承知の上だったと思います。あ、分かっていたわけですよね。そりゃもちろん、はい、で今回住民の方々のその抗議の声で下げたんですよね。そうですね、最初年5ミリシーベルトって言ったんですからね、はい、
だからやっぱり皆さんが正しい知識を持って抗議の声を上げなければ、まあ、できるだけその事故の跡を小さく見せるというのは今も続いていると思われますか？どうもこの国はそういう国のようですね。これどの地域までどれぐらいのレベルのところまで除染するかという話はこうやってあるんですけど、じゃあ、はい、実際に除染してどの数値にまで下げますよと、で下げたらどこまで下げたら住民に戻ってもらうかという議論がないと私は思うんですよ。そうですね、少なくともこの日本という国では1年間に1ミリシーベルト以上の被爆をさせないというのが法律であったわけですから、うん、もしそれが守れないようであるなら、そういう土地に住んでいて移住を希望する人には必ず移住を保障するということを国家がやるべきだと私は思います。そうしてしまえば要するに日本の国土の 3% に相当する地域に住んでいる人たち全てにその権利を与えるということになりますので、もちろん東京電力は倒産でしょうし、日本の国も、国家財政が底をつくぐらいのことになるだろうと私は思いますが、やるべきだと思います。そうですね、まあはい、今度の除染費用当初の見込みは1兆2000億という、はい、計上してたみたいですけど、これ7倍だとですね、はい、もうとんでもない数字で国家財政そのものが維持できないぐらいの金額になりますよね、はい、そうです。その辺の覚悟は全く政府は見えない。そうですね、でやったところでろくにきれいにならないのです、はい、そうか。小出さんの今日お写真がですね新聞に出ていて、スポーツ報知に小出さんのお写真出てるのご存知ないですか？いや、いただきました。種まきジャーナルの例の本のですね、そうなんです、取材をしていただいて、もう9月の13日でしたからほぼ一月ぐらい前でしたね、はい、ようやく何か出してくださったようです。小出さんのご本、知りたくないけれど知っておかねばならない原発の真実、はい、この本の取材をした記者がまた小出さんにインタビューをしてらして、はい、そのインタビュー記事がまとまっているんですが、はい、そこに小出さんの言葉としてこういうことを書きになってるんですね、事実として二度と人々が戻れない土地はすでに生じている。そのことを言わないままあたかも人々が戻れるというような幻想を振りまいている、はい、この幻想であるというところですよね、はい、これはなかなか受け入れるのは難しいところではないかと思うんです。はい、皆さん帰りたいんですよ。はい、それは私だって自分が長い間住んでいた土地を奪われてどっか避難所に行けと言われてもなんとか帰りたいなと思うと思います。多分皆さん帰りたいと思って今避難所とかですね、仮設住宅にいるわけですね、はい、でも帰れないのです。私は大変言いにくいし、こんなことは言いたくないけれども残念ながら帰れないのです。ですから早く次の生活設計ができるように、きちっと情報を出すというのが政府の責任だと私は思います。しかしながら細野原発大臣は、まあ、警戒区域20キロ以内、うん、県内のところも解除できる場所があるんではないかというような発言をしております。細野さんに住んでほしいです、うん、そうですね、はい、まずはね、はい、それからですね、はい、この方ラジオネームで斉藤さんっていうふうにくださってるんですけど、リスナーの方からの質問でございます、はい、福島県の子どもたちの甲状腺の検査が始まったと聞きました。しかしながらこうした症状というのは潜伏期間があってすぐ現れないんじゃないんですか？そうです。ですから長い間調査をしなければいけません。生涯チェックしなきゃいけないんですね、この検査は。はい、そうですね。ただチェルノブイリの経験などを見ると、甲状腺がんは比較的早めに数年後から発生してきていますので、今からとにかくまあ数年間みっちりと調べて、もし甲状腺がんが出るようであれば早めに子どもたちをまあ手術をするなりして、手当てをするという必要があると思います。ただ先ほどの話ですとね、はい、除染を必要とするような地域は福島県以外にもたくさんあります。そうです。8つの都県にまたがっているわけです、はい、そうです。福島の子どもたちの検査だけでいいんですか？いけません。
もう本来であれば放射線の管理区域に指定しなければいけないという地域が、うん、今水野さんおっしゃったように8つの都府県に渡っているわけで、そういうところの子どもたちは全て本来であれば検査をすべきだと私は思います。この斉藤さんという方もう一つ聞いてらっしゃるのは、甲状腺の異常に対して治療法はあるんでしょうか。はい、私は医者ではありませんので、あんまり正確でないかもしれませんが、チェルノブイリの子どもたちも甲状腺がんが多発して、はい、それを、まあ、手術をして取り除くというようなことはもうたくさん行われましたし、日本からも、菅野家さんという今現在松本市長をやってられる、彼が、甲状腺がんの専門家でしたので、はい、ベラルーシまで行って子どもたちの手術を担当するというようなことをやりました。これから日本でそれをやらなければいけなくなると思います。平野さんも私も、はい、チェルノブイリハートという映画を見ましたが、そうですね、心臓に、まあ、心室はあの間の角膜に穴が開くというチェルノブイリハートですね、もうずらっと、子どもたちのこう情景が並んでましてね、はい、もう本当に痛ましい姿で、はい、もう涙が出てきたんですけど、はい、先生ちょっとですね、はい、この各種は、まあ、甲状腺がんばっかりに注目されてるんですけども、ストロンチウムとかプルトニウムとかですね、はい、広がってるというような、はい、この間データが出ましたけども、はい、これはそういう各種による病気は甲状腺がんだけじゃなくて他の病気なんかも引き起こす可能性があるんですか。もちろんです。これは どんな病気なんですかね。例えば甲状腺がんを引き起こす眼鏡は要素という放射性核種です。で今問題になっているのはプルトニウムストロンチウムというようなものが出てきたと言っているわけですけれども、プルトニウムもストロンチウムも骨にたまります。はい、ですから骨のがんであるとか白血病であるとか、白血病ですね、はい、そういうものを引き起こすと思いますし、プルトニウムの場合にはもし吸い込んだ場合には肺にまず引っかかってしまって肺がんを引き起こすというもう それが一番の猛毒ですので、これを調べる必要があると思います。ただし私はこの番組でも何度も言ったと思いますが、プルトニウムもストロンチウムも要素ももちろん問題ですけれども、今現在私たちの最大の脅威はセシウムだと思います。はい、こうした子どもたちの現状を考えますとね、はい、先ほど小出さんがおっしゃった今戻れるというふるさとに戻れるという幻想を振りまく状況が続くとですね、はい、ますます子どもの被害の確率が高まるんじゃないかと私は思うんですが。そうです。このところどう考えられますか。はい、計画的避難区域に戻った人たちがいて、今日確か保育所だか幼稚園だか何だかが再開したというような、そうなんです、はい、ニュースを聞きました。はい、私としては何とも痛ましいと思いました。うーん、まあ、再開できた時の子どもたちの笑顔を見れば私たち周りのものは嬉しくはなるんですが、一時はもちろんそうですよね、はい、しかしながらやっぱりその幻想がどういった状況を招くかということをやっぱり私たちは見つめなきゃいけないということですね。そうです、はい、ありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。京都大学原子炉実験所助教小出博明先生に伺いました。